ハッピーバースデー、ずっとずっと一緒に祝ってゆこう。この君記念日360分の1、初夏大好きな君、あんたらかんたくれてありがとう。誕生日祝ってる俺の。祝って祝って祝ってる、祝ってる、祝ってる。あ、そう、後であのあれあの萌えシャンドン出てくるから。お前のバイト先おめでとう。ポッ、だから27歳になりました。おめでとうございます。いやー、来ましたね、ついに。御年27歳です。27年生きてきたんか。すごいよ、頑張ったね、今までな。特に何もしてないですけど。もう、そろそろ終わるけど、よく頑張ったな。そろそろ終わろうかなと思ってますけど。俺らもそろそろ終わろうかなって。まあ、物語も終盤に差し掛かってきましたけど。で、何ですか。いや、それは誕生日やったら、お前な。おい。なんか買いに行こうぜ。ってことで、今日のサブちゃんはなんか買ってくれるらしい。うん、そう、あの買います。で、あのちょっとね、みっちゃんと塚君がね、あの今仕事してるんですけど、うん、あいつらの力と、あ、まあ3人分で、あの家に何か買おうという話なんですけど。で、あのね、まあサプライズとかはしないんですけど、うん、一番最初なんか冷蔵庫買おうかなって思ってたんですけど、うん、まあ、部屋のさ、間取りとかあるやん。そうやな、まあこだわりやん、やっぱさ。いや、そんな、まあまあ、まあ、家電系では難しいよな。なんかそのスペースに入りきらんとかでさ、そりゃそう、まあ、だったら、あの闇雲にサプライズで買って失敗したらそれこそサプライズやなってなるから。あのちゃんと経営にも見てもらって、あの選定したやつを買おうという話でございます。はい、そんな大したもんいらんよ、もうちっちゃいんでしょうもないんで。ああ、いや、せやけど、まあ家にお前、だって家の電化製品ないよ、言ってみろお前。俺んちの電化製品言っていい？うん、ね、あ、あれがあるわ。何？おっと。以上。大学生よりひどい。いや、まあ過酷すぎるやろお前。いや、今住んでる部屋はもともとそういうつもりで借りた部屋じゃなかったから。ああ、うん、まあせやけど、なんか夜飲み物飲む時に、まあ、そうなんや、これから暑くなるからね、やろう、冷蔵庫ぐらいは欲しいなと思ってたよ、確かに。そうやろ、だからそれはさすがに買わないとなっていう話でな。で、まあ、一個忘れてたんですけど、あの K がヨッシービップ行ったら、スマホでヨッシービップ行ったら電化製品買うって約束だったんですよ。いや、まあ、要はあれなしで、まあ、それも合わせて、あの冷蔵庫ということでよろしいですか。それ合わせてってことないから、ヨッシーのやつはなしになったってことで。いやいや、あのヨッシービップ分のグレードアップは全然、あの見込んでもらって大丈夫。いや、大きいやつはいらんのよ、別に。そうか、いらんのか。いらんから別にいいよ。うん、じゃあもう金でいい。あれ、あれはあの、あのパチンコ無料で打てるけど、うん、金や。ほな金や。いや、正直なこと言うと、うん、あれかな、中古の釣り具屋さん行って、ああ、それでもいいな、確かに、みたいなもうちょっと考えたけど、うん、いや、でもええで、もうまあ冷蔵庫だけでいいや。まあ、まあ、皆まで言うな、お前ら。そのお前、欲しいものは、あの欲しい時にもらえる時に言うものや。言っとりゃ言っといた方がいいよ。うん、だからまあ、釣り具屋の中古、中古、何？釣り具屋の中古屋？あ、何や？中古の釣り具屋さん。中古の釣り具屋に行ったら、まあそれはそれで、あの、欲しいもあったら全然買いますよ、それは、ね。ブックオフ釣りバージョンみたいなところが、なんかあるっぽいから。うん。いやいや、まあ27年も生きてんねんから、うん、そんだけもろて当たり前のことですからね。ね、大したことないやろ。ということで、早速出発しましょう。とりあえず行きましょう。ハッピーバースデー、ずっとずっと一緒に祝っていうこうということで、社長はあの編集をしております。おめでとうございます。ありがとうございます。ですあの、これは触れないでおきましょう。怖い。これはスルーしましょう。え、何これ。なんかあんねん。え、こんなあったくない。お前テンポ化しようとしてる。すごいよな、これ。いいやろこれ。うん、植物育成ライトや。え、これだからあれなの、あと2段ぐらいもいけるってことやな。まあそうやな、下にでっかいの置きたいな。これ来客の椅子、あ、ここにも置こうか。嘘だろお前、これちっちゃくね、これ。嘘だろお前、観葉植物置くね。いやー、それお前缶詰やな。なんやな、それお前観葉植物缶詰スタイルやな。なんやそれ。みっちゃんは、みっちゃん、あの、なんすか。急に。いや、あの、K のタンプレ買ってくるわ。あ、行ってらっしゃい。おじさんは仕事してるもんでね。はい、頑張ります。うーす。
帰ってきました。お疲れ様です。ただいま。あれ家電を買いに行ったんじゃないんですか。まあ、家電みたいなもんや。あーそっか、エディオン行って。いやエディオン行ってな、ね、ええー、買い物したよ。ほらええー、買い物した。これええー、なクレラップとな、ええー、なこれスコッチーゴソとな、クレラップとええー、でこれな、これ2袋ものだからな、いっぱい持ってきたでよ。なな、これなんていう、うわあなんていうんや、これちょっとわからん。もうお菓子めっちゃ入ってるわ。おっとったやん。おっとっととチョコボールも入ってるわ。おっとっと食いたいわ。うん、ご制約記念品。そう、冷蔵庫と洗濯機分かったんですけど、はい、それの、なんかおめでとうございますってな感じでもらってんな。そう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 、嬉しいな、普通に嬉しいっすよ。どんな冷蔵庫か、どんな洗濯機か見せたいんですけど、うん、ちょっと明日届くらしいんで。そう、住所配送にしたんで、うん、明日こっちに洗濯機届いて、レジャーズにで、K の家に冷蔵庫届くから。そう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 、まあ、商品レビューしようや、明日明日届くから、サブ届くから明日。ああそうでしょ、それで行きましょう。で、その後に、釣り具屋寄ったんですけどね、はい、買いました。エギングロッドと、新しいリール買ってね。そうそう、りょっくんが持ってるのはもうマグナムみたいなでっかい竿とリールやから、もうね、バリゴッツいのしかないから。そうそうそう、もう新しく買ったんですよね。ちっちゃいやつをね。でも両方合わせて7000円ぐらいかな、うん、いやもう全然そんなの上等上等、うん、余裕余裕。これかっこいいわ。これ、中古の店やったから。そうそうそう、エギングロッドとしか書いてなかった詳しい詳細書いてなかった。詳細書いてないから、まあもうええかこれで。ルアーのところにも中古釣り具って書いてあったこれはベルーガっていう2000の、なんかもうかっこいいで、これ黒い漆塗りみたいな。いい、うん、これかっこいいから、ほらかっこいいわ。テンション上がるな。ね、釣りも楽しみますってことで、釣りも楽しむということで、あとまあ、冷蔵庫をありがとうございました。はい、あ、ヨシービップおめでとうございます。あー、いつの話だよもう含めということでいいですか。含めという、いやもうそんな、でもあれよな、一人でも結構十分なぐらいのもの買ったな。あ、冷蔵庫の方が、あー、もう十分ですよ。そうやな、そう、デザインもね、大きさもね、バッチリなやつがあったんでよかったですよ、うんうん、そうやな、あとあれやな、視聴者さん様からいっぱいもらってたな。そう、プレゼントいっぱいもらったんですけど、紹介するもちょっとあれなんで、うん、まあ多分個人的にメッセージを送らせてもらいます。あらっす。で、生配信は多分ないな。生配信な、おやすみ。いや、なんかちょっと朝配信したやんか、俺、うん、でスパちゃんめっちゃもらったやんか。あ、もろ、いただいたんや、うん、ありがとうございます、本当に申し訳ございません。その上でまた、夜配信多分なんかちょっとな、これの匂いがなんか、あれか、ほんなら全部開封してやな、うん、綺麗に飾って、俺それ写真撮ったのか。うん、そうそうします、うん、囲まれて、ありがとうございますみたいなやつ、うん、そうしよう。なんか、なあ、ちょっと嫌やんそうやな、俺はそういうのに敏感やからな。うん、そうそうそう、すぐ申し訳なくなるからさ。そうそう、いや、そうなんよ。そうなんですよ。でもさすがに悪いから、うん、やっぱりね。朝もなんかいっぱいスパチャ投げて、朝っぱらからいっぱいスパチャ投げてもらってさ、夜もまたそんなな。そうやね、そんな申し訳ございませんね、本当にね、はい、いやいや、たくさんのお気持ちありがとうございます。じゃあ、今年1年もね、しっかり頑張りましょう。ありがとうございます。なんかありますか、1年の抱負といいますか。あ、ここでやっぱこうね、動画になりますが、やっぱそのね、主人公の1年の抱負は知りたいというのが、まあ基本的なものだと思う。そうだね、もう今年こそは、ブリを釣る、ブリ釣りましょうゲッ、ゲッ皆さんありがとうございました。はい、ありがとう、ほんまに、みんな、みんなとお前ら、誰かかからんか、わからんか、誰か、あ、女釣ろうとしてんな。